ありがとうございました。水野です。文学研究会、ケニア山やキリマンジャロ、それからナビブ砂漠みたいな、要するに環境の厳しいところで気温とか降水量が変わったらどういうふうに自然が変わるのかっていうような研究を長く続けていますので、今日はそういうお話をさせていただきたいと思います。それから今日本いっぱい持ってきたんですけど、10種類持ってきて1冊しか持ってきてないのも何冊かあるんですけど、手元にもないんで、この一人ぼっちの海外調査とアンデス自然学っていうのはいっぱいあるんで、在庫が。で、これは一応50円で、これ税別1600円ですけど、こっちは税別4300円ですけど、100円でお譲りします。で、これは2年前に出た新書で、新書ですから荷刷りまで行って多分1万部は出たと思うんですけど、これで世界が、自然とか人の生活が分かるっていう本なんで、10冊ぐらいしか持ってきてないですけど、あとの本、これ1万部ぐらい出たって言いましたけど、あそこの中でめちゃくちゃ売れてる本が1冊だけあって、それは8刷りまで行って3万部以上出てます。それ自然の仕組みが分かる地理学入門っていう本で、おそらく日本の高校の地理の先生と予備校の地理の先生は全員持ってると思われます。その本を使って授業をやったりしてて、結構模擬試験とかなんかでもあそこから問題出すっていうので予備校とか使わせてくれみたいな依頼が来たりよくするんで、ご参考まで。はい、じゃあ始めたいと思います。で、アフリカは先ほど重田さんもおっしゃったんで、暑いでしょうみたいなことなんですけど、実際はこの暑いのはこの緑の低地で、この赤いところは標高高いんで、ケニアのナイロビとかエチオピアのアジサベバっていうのはもうナイロビ1500m以上ありますし、アジサベバ2000m以上の標高のところにありますから、どっちかというと涼しいとか寒いという感じですね。で、これが僕が調査しているケニア山で 5199m なんですが、氷河、これティンダル氷河って氷河が氷河期に拡大するとですね、ブルドーザーのように土砂をダーッと前に押して、で温暖化すると氷河が後退しますから先端に土砂を置いてきます。この土砂の小山をモレーンって言いますが、これがモレーンに当たりますね。氷河が拡大してモレーンがあるということです。で、氷河っていうのはじゃあどんなもんかっていうので、もっとすごい大きな氷河を 2箇所お見せします。一つはヨーロッパで一番大きなアレッチ氷河っていうスイスで2017年11月に撮影したんですけど、ちょっと見てください。で、これは音入ってませんけど、ドローンを飛ばしてですね、で白いところと黒いところの境界がだいたい森林限界に当たるんですね。で、スイスは観光立国で観光客がたくさん来るんですが、12月になると観光客がいっぱい来てスキーをします。で、11月はスキー場がまだオープンしてませんから、すごい静かなんですね。で、ところどころこういうカールっていう氷河地形もずっとこの辺カールですけど、カールが見られます。これ夕方撮影、ここにピクッと出てくるのこれがマッターホルンですね。で、ずっと一周回って氷河まだ氷河出てきませんけど、これから氷河のところに行きますが、撮影してたところは一応スキー場の観光地としてある村に宿を取って、でそこで実際氷河まで歩いて登山して行ったり、ドローン飛ばしたりしてこの荒れ地氷河を調査したわけです。で、これがこういうホテルとかがあってですね、スキー客が来ると、こういうホテルはいっぱいになるんですが、今はもう閉鎖してます。お客さん来ないんで。で、今ドローンを飛ばしてですね、
あの尾根の向こう側の氷河までドローンを飛ばしてるんですが、最近のドローンはすごい性能がいいんで、もうとにかく飛ばせば、あの帰ってくれるギリギリのところまで行って、あと自動的に戻ってきます。何もしなくても、あの自分我々飛ばしたところに自動的に戻ってくるんで、どっか行っちゃうってことはないんですね。で今尾根を越えて、氷河がもうすぐ見えますが、今これ見えてきたのがこれが氷河です。で氷河っていうのは氷です。で氷がゆっくり斜面の下に滑って降りていくのが氷河です。で氷河かどうかっていう認定は移動してるかどうかっていうことです。最近日本で立山でも氷河が見つかりましたけど、あれも移動を測る、最近 GPS の精度が高くなって移動してるってことが分かると新たに氷河と認定できるわけです。でこれはですね、アレチ氷河の真ん中辺ぐらいが1年間で200メーターぐらい移動してるんですね。だから1年で200メーターですから、まあ1日に1メーター以下ですから、非常にゆっくりとしたスピードで氷河は斜面の下に降りてきます。ですからまあこういうふうに亀裂がいっぱいあってですね、こういうのをあの氷河と言います。で今日はアフリカでいろいろ氷河をお見せしますけど、まあヨーロッパとかニュージーランドの大きな氷河はこういうものだと思っていただければいいです。まあとにかくあの移動してるっていうことが、今まで日本に氷河がないっていうのは GPS の精度が高くなかったんで、万年雪かあの氷河かっていうのが分からなかったんですね。で万年雪が移動してるっていうので氷河というふうに認定されたんです。最近カラマツだけもありますけど、で今あの前方に見えるのが、まあスキー場でお客さんがたくさん集まってくるんで、まあ村全体がもうあのホテル街っていうか、であのリフトやゴンドラはほとんど全部止まってます。あのスキーはまだスキー客来ないんで、でこのゴンドラもあの止まってます。ただここに1個だけあの生活用のゴンドラが動いてるんで、この時ほとんど人いないんですけど、僕らは Airbnb っていうので民家に泊まったんですが、まあ、生活用のゴンドラが1個だけ動いてるんで、それで上に上がってきて、でゴンドラの駅からスーツケースをこれ引っ張ってこなきゃいけなかったんで、すごい大変だったんですけど、あの僕らが泊まった Airbnb はこういう農家のこの1階部分を、まあ、宿として貸してくれるんで、まあ、すごい快適でした。で今ここからあの氷河までドローン飛ばしたんですけど、で自動的にあの我々のところに、まあ、戻ってくるみたいな感じで、で氷河がですね、流れると両側の岩盤を削ります。でここはですね、かつて氷河時代に氷河が流れたんですね。で氷河が流れると両側の岩盤を氷が削ってきます。削って このように垂直のすごい壁を作ります。ですごい垂直の壁を作るって、両側に垂直のすごい壁を作るって、これだけの高さ氷河が氷河時代に流れたっていうことになるんです。まあ大体ところどころからこういうふうに滝がこう出てるんですけど、だからこの高さ分氷河があって、あのガーッと両側 あの岩盤を削ってですね、流れていたという。でそれが現在その氷河がなくなって両側の岩壁と、その岩壁と岩壁の間に氷食国っていう、まあ氷河に食べられた侵食されたという意味で氷食国で、氷食国の国定に、まあ、あの観光客用の、まあ、ホテルが集まる、まあ、町があるわけです。まあこういう感じですね。両側がこう岸壁で、ここをかって氷河がガーッと流れて、まあこれだけの深さあってこういうところを削ったわけですから、さっきの荒れ地氷河が温暖化して全部なくなっちゃうと、こういうような氷食国を、まあ、作るということになります。今これ両側をお見せしてますけど、これがスイスのアレッチ氷河です。で次にですね、
ニュージーランドマウントクーク、これ2019年12月、2ヶ月前ですね。2ヶ月前に行った時に、ヘリコプターチャーターして、でこれがニュージーランド一番高いマウントクックです。クック山ってやつです。でヘリコプターでニュージーランドのこのヘリコプターは料金が安くてですね、セスナとヘリコプターっていうのは、ヘリコプターがセスナの2倍なんですね。どこでも世界中料金は。で、セスナ1時間10万円に対して、ヘリコプター1時間20万でしたけど、これは僕らが調査しているケニア山やキリマンジャロに比べるとかなり安い料金で、チャーターできました。ケニア山キリマンジャロはちょっとヘリコプターチャーターできないです。高すぎて。で、今こういうふうにサザンアルプスという山脈が、ニュージーランドの山脈が見えますけど、日本より緯度が高いんで、それから偏西風の風下側で降雪量がたくさんあってですね、南半球ですから12月っていうのはまあ夏なんですけど、夏でもこの辺り積雪があってですね、溶けずに積雪があって、で今ヘリコプターがその氷河のとこまで移動するっていうので、で一応ヘリコプターの操縦士に氷河の上に着陸してくれっていうふうに頼んだんですが、一応着陸したんですが、ちょっと風が強くてですね、外には降りられなかったですね。これが氷河です。ですから氷河の一番源頭がここで、ここから氷河がずっと、いわゆる表面は雪ありますけど中は氷です。これが斜面を降りていると。でいよいよケニア山の一番大きなルイス氷河なんですが、この池からこれぐらいの距離で92年ありました。で2017年ですから25年後ですよね。25年後はこの池同じ池ですけども、こんなにちっちゃくなっちゃってるということになります。で25年でどれぐらいの長さかってあんまりピンとこないと思うんで、私の1990年と私の2015年見てもらえば、まあ私の若さがこれぐらい後退する間に氷河もこれぐらい後退したということになります。で調査しているのは2番目に大きなティンダル氷河なんですが、これにずっと見ていただくともうかなりちっちゃくなってます。でちょっと1999年の TBS の世界遺産の番組をちょっとお見せします。で今これ見つけた、まあ、学生と調査に行ってて、96年の時は何もなかったのに、97年に行ったらこんなのが出てたんで、学生がなんか恐竜じゃないですかとかなんか言って、何なんだろうって言って、まあ、ビビって、結局氷だって分かって、それで骨と皮の一部を切り取って放射性炭素年代測定したら、だいたい西暦1100年のものでした。これは平安時代末期です。で、実は世界的に、これグリーンランド の気候変動ですけど、右側の黒いところは暖かい時代で、左側の白いところは寒い時代です。で、世界的に平安時代、日本でいう平安時代というのは暖かい時代だったんですね。で、暖かい時代が終わる頃が1100年だったんです。だから多分暖かい時代の最後ぐらいに氷河が高いところまで生息してて、でクレバスかなんかにはまって、その後800年間ずっと寒い時代ですから氷漬けになってたと。ところがここ100年ぐらいの温暖化で氷が溶けて氷河が出てきたっていうので、まあ氷の年代と世界の気候変動っていうのは一致してますよっていうことになります。でじゃあ現在のケニア山はどうなのかっていうので、半年前に撮影した、これはセスナです。で今ケニア山のピークですね、これが最高峰です。一般登山者が登るピークはこれです。これはロックグライムじゃないと登れないんで、でまあ北側、要するにこっちが北側ですけど、風上側は風下側です。向こう南側から風が吹いてきて、風下側は乾燥してるんで、
降水量が少ないんで氷がほとんどないんです。で、風上側の南側が海から湿った風を運んできて、降雪をたくさん降らすんで、南側に氷河がたくさんあります。で、今セズナが南に回っていくところなんですが、ケニア山のこれが2番目に大きなチンダル氷河で、これが一番大きなルイス氷河です。これも氷河ですね。これは氷河ですが、あとは積雪です。ちょっと雪が積もってるんで、ほとんど雪積もってるのはないんですが、ケニア山では降ってもすぐ溶けてしまうんで、で、南側に、このように氷河があって、現在どんどん縮小しています。で、ルイス氷河の方に、向かうんですが、このケニア山のセスナのチャーター料は1時間15万ぐらいです。ニュージーランドより高いです。だからで、今真下に一番大きなルイス氷河が出てきましたけど、これ2017年までは1個の氷河だったんですが、2017年に2つに分かれてしまいました。これとこれと、これが連続してて1個の大きな氷河だったんですが、先ほど言った一般登山者が登れるレラナーホーっていうのが、これですね、ルイス氷河。2016年まではこれ一つの氷河だったのが、2017年に2つに分かれました。で、これが最高、ここでもう飛ばします。で、氷河の後退は温暖化の影響か降水量の減少の影響かって、氷河がだんだんちっちゃくなるっていうのは降水量が減るか温暖化かどっちかなんですが、55年間のデータを取ってもめちゃくちゃ減ってるってことはないんですね。でも気温はもう確実に上がってます。この48年間で2度以上、これ月平均最低気温の年平均したグラフですけど、確実にもう、50年間で2度以上上がってるんで、気温上昇で氷河は縮小してるってことです。で、1890m のところには気温のデータが全部揃ってるんですが、3678m のところのデータは欠損値が多くてですね、全部データ揃ってないんですね。で、データが揃っているところを計算して低減率を求めました。ケニア山は 100m 登るにつれて 0.63 度ずつ下がります。だから 1000m の上がると 6.3 度気温が下がるということです。それで氷河がある高度 4500m の気温を算出、このデータと低減率で 4500m の気温を算出して、この 4500m の月平均最低気温と氷河の後退っていうのを統計分析すると、有意な関係があるということで、月平均最低気温の増加と氷河の後退は非常に関係があるということが分かりました。で、先ほどスイスの氷食国をお見せしましたけど、ケニア山もこういうふうに氷河は氷ですから、こういう氷ですから、氷がガーッとこう削っていくんですね、岩盤を。ですから、こういう氷河が削った削痕がいっぱいあります。ということは、この厚さ分は氷河があったということになります。で、氷河がブルドーザーのように押して、その後後退するとモレーンっていうのを残しますけど、このルイス・モレーンは100年 BP。BP っていうのは1950年から何年前かっていう意味で、1950年から100年前に氷河が前進して できたモレーン。で、もうちょっと下にあるやつは900年 BP のモレーンが見られます。で、私の大学、指導大学院生で、大谷君っていうのが、同じくケニア山で、私は植物を調査してますが、大谷君は水の研究をしてて、彼のちょっと研究が非常にユニークなんで、ちょっと紹介しますが、このように、3700m で採水したり、4200m で採水したり、4500m のティンダルターンで採水したり、4500m の氷河湖で採水したり、それから山麓、村がある、町がある山麓、ケニア山山麓は標高 2000m です。のそこの川の水を採水したり、
飲料室にしている湧き水、湧水ですね。それを採取したりしました。で、それによって彼が作ったグラフっていうのは、この降水のデータは、台風とかで傘さすと、チューリップみたいに反対光になっちゃいますよね。傘をあの状態にして、いろんな標高で雨を採水したんですね。雨を集めたんです。そのいろんな標高の雨のデータを、O の18っていうのと、これ、こっちがプラスでこっちはマイナスですから、こっちほど O の18が少ないという意味なんですが、水っていうのは H2O で、H2O の O は、大半は O の16っていうのなんです。で、それの同位体で O の18っていうのもあって、16より18のが、質量が2だけ大きいんで、重たいんですね。だから H2O の O の16が入ってる水よりも、O の18が入ってる H2O の水の方が重いんですよ。そうすると海の方から雲がやってきて、ケニア山に山麓から雨を降らしていくんですけど、山麓ほど先に重たい O の18をたくさん含む雨を降らしてきますから、標高その雲が山にぶつかって標高の上の方を登っていくと、標高の高いほど O の18が少なくなるっていうのは一般的にあるんです。ケニア山キリマンジャロだと同じように海岸からのある程度の距離があるんで、そういう傾向がケニア山やキリマンジャロで見られました。で、実際この彼がこの降水のデータの O の18のデータと標高のデータで入れてみて、で、ケニア山は5000メーターぐらいしか標高ないんで、一個キリマンジャロの氷河のデータをここに入れたんですが、それで線を引きました。で、これを高度効果直線って言うんですが、この印は何かというと、ケニア山山麓の2000メーターで、住民たちが飲料水として使っている湧き水、湧水のデータです。この湧水のデータも、ここの上に乗らなきゃいけないのに、すごく離れています。ということは、こいつはですね、この2000メーターのとこの川の水とか、2000メーターのところで降った雨とかの水ではないってことなんです。じゃあ、どっから来たかっていうと、このデータをこの直線に当てはめると、5000メーター弱。5000メーター弱っていうのはケニア山が氷河があるところなんです。ということは、2000メーターで住民が飲料水として利用している湧き水は、5000メーターのところにある氷河が溶けて、湧水となって溶けた水になって、その溶けた水が地下水として、ずっと山の中を流れて、で山麓の2000メーターのところで湧き水として出たっていうことが分かりました。じゃあ何年かかって氷河の溶け水が山麓の2000メーターで湧き水で出たかっていう、これはトリチウムとCFCS というトレーサーを使って調べたんですが、これによると40年から60年、まだ平均するとで50年ですね。だから50年前っていうのは氷河がもっと広大になったんですよ、ケニア山には。50年前の広大に氷河があった時の溶け水が50年かかって現在湧き水として出てきて、それを住民たちは飲料水として利用している。ということは今氷河はすごいちっちゃいですから、そのすごいちっちゃい氷河の溶け水が2000メーターで住民に利用されるのは50年後です。ということは50年後、我々の孫の時代には相当湧き水は減ってしまうということになります。で、今のは大谷君の研究ですけど、私の研究ちょっと紹介しますけど、氷河が溶けると植物が生育してきます。で、氷河がなくなって最初に生育できる先駆的植物で、一番目に出るのがこのキク科のスネキオキニフトム。二番目がアラビスアルピナテラ、アブラナ科の植物なんですが、これは氷河の末端の位置を示して、マッチ棒みたいな印は、スネキオキニフトムという植物が、ここより後ろに分布してますっていう意味で、一番先頭の位置を示してるんですが、氷河が後退すると植物はどんどん山を登ってきます。で、これも氷河の後退速度とこのセネキオキニフトの移動速度は優位に関係しているというのは統計分析から分かりました。で、これはもっと複雑な図で、58年にコエっていう人が池の端の岩のところから氷河の末端まで距離を測ったら100メートルありました。
84年スペンスという人が測った175メートルありました。175×100は75メートル。この間26年がありますから、それで割ると1年につき 2.9 メートルのスピードで今日は後退しています。実はこの年 2.9 メートル約年3メートルの後退のスピードは97年まで続きました。ところが92年以降は、私が測定したデータなんですが、92年以降は7メーターから17メーターというふうに氷河が後退が速くなります。というのはなぜかというと、氷河は厚みも減っていくんで、厚みも減れば面積の縮小する速さが速くなるから、だから後退するスピードが速くなります。で、この A っていうのはさっきのセネキオクニフトの一番先頭の位置です。 B がアラビスアルピナの位置です。 C はチール全体流の位置です。こいつも氷河が後退する速度と同じように山を登っているっていうことが分かりました。で、次にこのジャイアントセネシオとかジャイアントロベリアという大型の草本植物ですけど、こいつはあんまり氷河の後退とは関係ない動きをしているんですが、最近は山を登っていると。それから2009年に初めてヘリクリスムシトロスピルムっていう植物が急に出てきたんですね。だからこいつらは氷河の後退とは関係なく温暖化で山を登ってきたっていうふうに考えられます。で、96年に氷河の末端に80メーターから20メーターの方形区を設置して、2011年にそこをもう一回調査しました。20メーターから80メーターで、これ全部紐を引っ張ってですね、で、96年の調査の頃はまだダイヤモックスという高山病の予防薬があんまり日本で入ってなくてですね、だからダイヤモックスの予防薬飲まずに調査してますから、もう高山病で頭は痛いし吐き気はするし、非常に厳しい状況で、こんな紐引っ張って空気薄いし、4500メートルぐらいですから空気薄いし、で、学生に手伝わせて調査したんですけど、セネキオクリフトが点在するだけでした。ところが15年後になるともうこれだけ分布してるわけです。で、それ以外のこの3種類も分布してます。で、この時調査手伝ってくれたのは彼なんですが、調査はこの氷河の末端でやって、ここにテント張ってて、で、テントに入ろうとしたら、彼はテントに入らずに大きな岩の上に腰掛けて下向いてポロポロ涙流してんで、なんで泣いてんだって言ったら、先生は苦しくても頑張って調査してんのに、僕は頑張れなくて自分の不甲斐なさが悲しいんです、なんかそういうこと言うから、まあなかなか厳しいところに連れてって手伝わせるのは大変なんで、まあこういう調査だけ手伝わせるためにケニアまで連れていくとかわいそうなんで、まあ終わった後は熱帯雨林とか行ってもうちょい楽しんでっていうような感じです。で、次にさっき温暖化で出てきたというヘリクリスム永久花っていいます。エバーラスティングフラワー、英語でエバーラスティングフラワー、日本語に直すと永久花、ムギガラギクの仲間です。で、さっきの世界遺産 TBS の世界遺産の僕10回ぐらい監修してるんですけど、監修って何やるかというと、映像を撮ってきたものにライターが台本を作るんですね。その台本のチェックをするのは監修なんです。で、ライターは専門家じゃないから、映像を見てナレーション考えるんだけど、すごい間違ってるんですよ。で、それを間違いをチェックして やるのは監修で、世界遺産の最後に監修誰々っていうふうに出てきたら、もし間違いがあったらこいつのせいですよみたいなことで監修の名前出てきます。で、1年前にルエンゾレの世界遺産のナレーションの台本を見た時に、このエバラスティングフラワーが夜中白い花が閉じて、昼間白い花が太陽が昇ると白い花を広げましたっていうナレーションが書いてあったんですけど、それ大間違いなんですね。花はこの黄色いとこなんで、白いのは花ではありません。これは法葉といって歯の変形したものです。まあ一般の人から見たらこの白いのが花と思っちゃうんですけど、花はこの真ん中の黄色いところなんで、これは法葉ですから、要するにドライフラワーみたいに乾燥してるんですよ。乾燥してるから、まあ永久的に花が保存できるっていうので永久花っていう名前、エバーラスティングフラワーって名前がついています。それで2009年にいきなりこいつがこの辺に出てきたんですけど、2009年は他の年に比べて3月から9月が
1度以上、月の平均気温が1度以上高かったんですね。だからこの暖かい時に一気に山を登ってきたと考えられます。で、ケニア山やキリマンジャロ、ルエンゾリの鉱山には日本にないような鉱山帯にジャイアントセネショウとライオンとジャイアントロベリアっていうのが、はい、咲いてます。これは菊花です。セネショウっていうのはね、で菊花の草なんですよ、木じゃないんですよ。で、鉱山帯には木がありませんから、木だったら年輪があって、その木は何年経ってるかって分かるんですけど、こいつが年輪、草で年輪がないために、今までこれで何年経ってる、生育して何年経ってるかっていうのは論文でも全くなかったんです。で、今回僕ら初めて明らかにしたんですが、どうやったかというと、葉っぱが枯れずにくっついてるんですね。だからこう3箇所この葉っぱを、枯れ葉を取って放射性炭素の熱を測定したんです。で、まあ僕ら今までこれだったら20年ぐらいかなと思ったんですが、これで70年です。で、こいつだともう100年以上ということです、生育してから。だから100年以上もよく高山帯で頑張ってるっていうことになります。これはジャイアントロベリアですね。で、次キリマンジャロです。これちょっともう映像、 NHK の映像で2018年ので、今見てもらいましたけど、2002年にセスナチャーターして扉外して自分の体にザイルを椅子に固定して飛んで、その時撮影、まあ、映像とか写真を撮影して、で、キリマンジャロっていうのは、ここは中央火口丘で、これが火口なんですが、その周りがカルデラなんですね。で、カルデラの周りの高いところが外輪山で、その外輪山の一番高いところがウルビークっていう最高地点になります。で、その2002年のセスナで撮影した写真をもとにして、氷河の分布はこの濃い青で、1970年代の氷河はこれですから、ずいぶん縮小してますけど、2002年っていうのもだいぶ昔ですから、もう今はすごい少ないです。実際どれぐらい少ないかっていうのを、半年前に撮影したセスナの映像で見てもらいます。で、今中央火口区の火口がここに見えますけど、ですから、ここはカルデラの中ですね。で、周りに外輪山があります。で、さっき桐谷さんと見た氷河はここのやつです。登山道をずっと行って歩いて、ここの氷河を見て、で、山頂に行ったと。ここの氷河からもう山頂まではもうすぐなんですけど、ここがもう山頂ですから、だからここで氷河見て山頂に行ってっていうことです。キリマンジャロが雪かぶってるのは、まあ大体4月5月の時だけですね。まあこの時はちょっと雪が直前に降って雪が積もってますけど、まあ、氷河はこういう部分なんで、で、これ体の中にあるこれ氷河ですね。で、92年に寒気だと氷河は白いところはもう全部氷河なんですよ。で、先ほど言いましたように、その4月5月ぐらいしかキリマンジャロは氷河が雪は積もってないんですけど、さっきの桐谷さんの番組は3月の撮影で、98年ので、3月は雪がかぶってないはずだったのに、異常気象で3月の上旬に 雪が降っちゃって、下旬の撮影なんですけど、遠くの山から桐谷さんにキリマンジャロを見せて、
あの白いところは氷河ですって説明する場面もあったんですけど、それ成り立たなくなっちゃったんですね。雪が積もって、あの白いのが雪か積雪か遠くからで分からないんで。で、あの4月5月以外はもうあの雪はほとんどないんで、氷河かこう白いのは全部氷河で、これが2009年になるともうこれぐらいしかないです。で、こういう階段状のカルデラの中の階段状の氷河も、2009年にはもうこれだけしかない。で、先ほどのテレビのところで私が説明してましたけど、ケニア山は 5200m の標高なんで、氷河は溶けて水になるんですよ。でも2004年ぐらい の論文によると、キリマンジャロは 5900m ぐらい標高あるんで、主な氷河の縮小の仕方は、あの氷が水になるんじゃなくて、氷が気化しちゃって、いわゆる地上化で縮小してるんだっていうふうに論文に書かれてあるんですが、もうどう考えても、あの現在地上化ではなく、もう確実にこれが氷が溶けて水になって さらに凍ってるっていう現象が見られるんで、最近は気温上昇で溶けてどんどん氷河が縮小してるんではないかと考えられます。カルデラの中のこの氷河も、これ92年の写真と2016年ではもう全然違います。で、2016年は僕らカルデラの中に降りてですね、実際カルデラの中の氷河のサンプルも取りました。これは大谷君が水の分析のために取ったんですけど、で、その大谷君の研究によると、そのキリマンジャロ登山するのは大体寒気に登山する人が多いんですが、まあ、彼寒気のデータしか取ってないんですが、このキャンプサイトのある場所っていうのは川があるんですよ。川がないと、キャンプしても水がないと料理できないんで、大体キャンプサイトには大抵のキャンプサイトには川が流れてます。そのキャンプサイトの川の水の、そのさっきの同位体分析ですね、要するに酸、これは酸素18とこれ H の2っていうので、分析したんですが、その表この水色のやつはキャンプサイトの川の水のデータです。で、紫は氷河のデータです。で、氷河のデータと河川、キャンプサイトの川の水のデータが非常に近いっていうことは、もうキャンプサイトの川の水はほとんど氷河の溶け水だっていうことになります。で、もうちょっとアンボシリのデータですけど、ケニア側の山麓のデータの、湧き水のデータはもうちょっと離れてますけど、まあもうちょっと離れてもまあ近いんで、湧き水もかなり氷河の溶け水が入ってるっていうことが分かりました。ということは、どういうことかということなんですが、キリマンジャロのタンザニア側の山麓のモシっていう町があるんですが、モシの町は山麓の湧き水をこういうふうにコンクリートで溜めて、で、町やホテルに直接こうパイプが行ってんですね。ホテルに泊まるとミネラルウォーター、アフリカだとホテルに泊まるとミネラルウォーターがボトルで置いてありますけど、こういうのが。しかし、キリマンジャロの山麓のホテルは、このパイプ、湧き水をパイプで直接ホテルに運んでるんで、ガラスの容器に水が入れてあって、これは氷河の溶け水ですから、キリマンジャロの水ですから飲めますっていうふうに書いてあるんですけど、だから地元住民は、こういう、湧き水がすごい重要な飲料水なんですよ。で、さっきのテレビ番組の撮影の時にガイドが40代の人なんですが、この滝、これ湧き水なんですが、この滝は子供の頃倍の量があった、流れて遊んでた、それが半分になったって言ってますが、キリマンジャロの場合、マッキンジーって人が、この湧き水、山麓の湧水が、山頂の氷河が溶けた水が50年かかってここに出てるっていうふうに、論文書いてますけど、2010年に。ですからこれ50年前に氷河の溶けた水だっていうことになるんですけど、で、川の水はですね、洗濯したり生活用水が流れるんで、この水は飲まないんです。この湧き水を飲むんですね。ですから、この湧き水、今、キリマンジャロの氷河がどん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 ちっちゃくなってますから、キリマンジャロの氷河が今すごいちっちゃくて、で、その溶け水が、湧き水として出てくるのは50年後で、その50年後はもう本当にこれ、ちょろっとしか出てないんじゃないかというふうに予想されます。
で、現在アフリカに氷河がある山はキリマンジャロ、ケニア山、ルエンゼルだけです。で、この3つの山が完全に消滅するのは2020年から2030年代の間って言われた。ということはもうあと10年か20年後にはアフリカから氷河は全てなくなります。ですからアフリカで氷河を見ようと思うともう20年以内にキリマンジャロとか残らないと見られないということになるんです。で次に乾燥地帯のナミビアにあるんですけど、あともう15分ぐらいしかないんで慌てて説明しますけど、ナミビアという国が南アフリカの北にあって、海岸部にベンガル海流という寒流が流れてナミブ砂漠があります。で、首都のウィンドフック、白人が1割弱住んでて、首都のウィンドフックの白人居住区は、まあ、大きな家で、もう大きな庭があってっていう、首都のウィンドフックのアフリカ人の居住区っていうのは、まあ、バラックの建物で、トイレは共同で、それから水は井戸水がメーターがついてて、お金を入れる分だけ水が汲めるっていうような、で、居住区がはっきり分かれてるんですね。で、これはこれぐらいの大きさ の, ナビビアの地図なんですが、そのナビビアの地図に全部白人の土地の所有者の名前が全部入ってます。ホワイトさんとかグリーンさんとか、まあ、名字が入ってるんですけど、これが100キロですから、一つの区画が、まあ、1キロから10キロぐらいの区画で、こういうナビビア砂漠の国立公園とか北のエトーシャ国立公園のところは、こういう白人の大都市所有の名前が入ってないんですが、まあ、白人が入植して、土地を占拠して、で柵で囲い込んじゃって、で牛を飼ってます。大農場です。ですから全部こう柵で囲まれてます。道路にも柵があります。で、ナビブ砂漠は世界の砂漠の 20% が砂砂漠で、いくら 80% は礫砂漠です。岩石砂漠です。で、これ南半球ですから、今6月、7月は冬です。で、赤いのが植物活動が活発な印なんですが、もう少し12月になると北の方で雨が降って、北の方で植物活動が活発になります。夏が雨季なんで。ところが海岸部はベンガラ海流の寒流の影響で一年中雨降らないから砂漠になっています。で、首都を出て海岸のナビブ砂漠まで行くと、だんだん木の高さが小さくなってくるんですね。で、これだいぶもうナビブ砂漠に近くなってくると、もうこういう灌木しか生えてないです。はい、ここはナビビアです。これが僕らが乗っている車です。どうしてですか？どうですか？おー、スイカだ。でけー。全然でかくないですけど、スイカの原産地っていうのはこのカラガリ砂漠かナビブ砂漠、南部アフリカの乾燥地がスイカの原産地なんですね。だからこういうところ、ナビブ砂漠に近いところだと、スイカの原生種がもうゴロゴロ自生してます。当然品種改良されてませんから、すっごい苦いです。まあ動物たちはこういうので水分を取ってるんですけど、まあもともとスイカはこの辺りで取れたものだと思ってください。で、こっちが岩石砂漠、向こうが砂丘地帯ですね。で、硬い岩盤は侵食から取り残されますから、インゼベルクという残丘ができます。で、そういうところに登って周りを見渡すと、もう地平線までナビブ砂漠を見ることができます。僕らが乗ってる車ですけど、向こうが砂丘地帯、こっちが岩石砂漠、その間に季節河川、枯れ川、和地っていうのがあります。1年に何日間だけ水、洪水が来るっていうやつで、普段は水が流れてません。で、そこのところは地下水位が浅いんで、そこのところだけ森林があるんですね。で、村はこの川沿いの森林のところに村があって人が住んでます。で、砂丘っていうのは砂でできてて、風で飛びますから、風下側の方に砂丘は移動してきます。で、こういう撮影するとカメラとか、ビデオカメラは砂が入って、故障しちゃうんですね。だから、風下側に砂丘は移動するんです。
で、あのナビル砂漠っていうのは世界で最も古い砂漠で、紀元8000万年前って言われてて、世界で最も美しい砂漠って言われています。で、朝9時を超えるとものすごくこの砂が熱くなって、あの靴履いてても、あの熱した鉄板の上を歩いてるような感じになって、だけど夕方6時を超えると、あのこれ砂がすごい冷たくなってひんやりして、6時を超えると夜、夕方6時を超えると、みんなあの裸足でここバーッとこの反門を、風門を、あの足跡つけて上まで登って、で夕日を見ながらビールで乾杯みたいなことを大抵します。で、砂漠の砂なんですが、ナビル砂漠の砂はほぼ 100% 石英です。石英以外のものはほとんど混ざってません。で、石英は非常に硬いんで、最後まで風化から浸食されずに、残って、石英ってのは本来こういう透明の色、白い透明の色なんですが、岩石から鉄分が溶けて出てきて、その溶けた鉄分がこの石英の表面に膜を作るんですね。で、鉄は霧とかで酸化して酸化大日鉄になると。酸化大日鉄って何かというと錆です。だから錆色になっていくんです。この石英が。表面の鉄分の被膜によって。だから古い砂ほど被膜がたくさんついて赤い砂丘になるってことです。で、この砂はどこから来るかってことですが、ドラゲスバンク山脈ってのはここにあって、これが風化して砂になって、まあ硬い石英が最後まで残って、石英の粒、砂がオレンジ川を流れて、で、ベンゲラ海流によって北に運ばれて、南西風によってナビル砂漠に打ち上げられると。ということは、海岸部は新しい砂、古い砂は内陸っていうことになります。ですから、海岸部の砂丘っていうのは、あの、石英の無色透明の白い砂丘なんですが、内陸に行くほど赤みが濃くなってきます。で、クイセブ川、季節河川なんですが、まあ、例えば2006年にちょっと雨が降りましたよね。雨が降ると2001年砂漠だったのが2006年は草原になります。とにかく雨さえ降れば草原に変わっちゃうんですよ。で、なぜかというと、10年に1回ぐらい雨が降ると、このイネ科の種が砂の中に埋もってて、で、10年ぐらい雨降らないけど、また雨降ると草原になるということです。で、季節河川、枯れ川ですから水は普段流れてません。で、水が流れると洪水になるんで、まあ、洪水日数っていうのは川に水が流れた日数ってことになります。2011年は193日流れてるんですね。でも大抵はまあ10日以下です。1年間に10日以下しか水流れません。特にこの時代、70年の後半から80年前半は全然水が流れてないです。だからこういうふうに枯れ川も一気に水、上流で雨降ると洪水が来ます。で、2000年に調査した時に大量に木が枯れるところがあって、なんで大量に森林が枯れてるんだろうかっていうのを、まあ、調べたんですが、枯れてる木の最後に成長した枝の先端の放射性炭素の年代を測ったら、木が枯れたのは1976年か87年でした。ということは洪水がない時期ともうすごい一致するんですよ。だから季節河川枯れ川には洪水がいかに森林の維持には重要か、まあ人にとっては洪水は良くないですけど、でも人は森林がなければ生きていけないんで、まあこの洪水は重要だってことになります。で、あとナラっていう植物が自然に生えてるんですが、これは自然植生です。栽培はできません。で、これはナラメロンといって食料になるんですが、こういった植物、動植物には霧の発生が非常に重要です。雨はほとんど降りませんから、霧の降水量が多いわけです。で、この奈良が取れるこの季節河川沿いにはトップナールっていう人たちが、まあ、住んでて、このロバで引っ張るこのドンキーカーで奈良を収穫します。で、奈良の果肉をグツグツ煮て、で、それをブルーシートにバッと流して、乾燥させて奈良ケーキっていうのを作りますけど、これは1年間保存できます。で、2002年に伊藤君っていうのが村に住み込んで、で朝は紅茶と砂糖しか飲んでないんだけど、昼と夜何食べてるか、奈良の収穫期の時には
奈良ケーキ、ミリ、ミリはトウモロコシの粉を茹で練ったもの。奈良フルーツはそのまま奈良の果肉を食べるっていうね。もう、1週間全部奈良ケーキ、ミリ、奈良フルーツだけです。だから非常に奈良が主食だったと。その10年後に飛山さんっていうのが2010年に調査したら、まあ、奈良ケーキとかを奈良フルーツ食べるのが非常に少ない。あ、これは違います。これは最終期以外の伊藤君のデータで、富山さんの時は一回もその奈良なんか主食で食べてるともなかったっていうので、10年間でだいぶ変わっちゃったんだなっていうことです。で、住民はどうやって生活してるかというと、この種なんですね、奈良の種。で、伊藤君が調査したことによると、住民の平均現金収入の約 40% は奈良の種子から。で、奈良の種子からしか収入ない世帯は全世帯の 40%。ところが、富山さんが10年後に調べたら、奈良の種子の価格が2000年から2010年に3倍になりました。それはシード料を使ってコステミック商品の開発販売が進んで、奈良の価格が非常に高くなって、重要な現金収入になったと。で、ところが、ウォルスベイっていう街があって、このクイセブ川が溶けて洪水を起こすとの支流がこっちに来てますから、被害がこもるっていうのは、ここに洪水防止ダムを作ったんですね。それまでは奈良が取れるのはこことここにあったんですが、洪水防止ダムを作ったらもう10年後にはここ全部枯れてしまいました。で、奈良が全滅したと。あと、ナビル砂漠には1000年以上伸びる、生き延びる草の奇想天外というのもあります。ちょっとこれもあと5分ぐらいで終わりますから。で、まあ最後ですけど、クイセブ川沿いの森林、夜こういうサソリがいっぱい出てきて、これなかなかパッと見て見えないんですけど、紫外線ライトを当てるとこうやって光るんで、30分ぐらい歩いたら10匹は見つけることができます、紫外線ライトで。はい、すいません、ちょっと延長しますけど以上です。ありがとうございました。